期待をはるかに上回る感動にあふれた素晴らしいものでした。ディズニーランドは永遠に完成することはない。かつてウォルトが残したその言葉通り、今年東京ディズニーリゾートには新しいパークやホテルをはじめ次々と大きな魅力が加わりました。私もその魅力をご紹介するために、日本国内はもとより香港や台湾などの海外も訪れました。訪問先でのたくさんの方々との出会いを通じ、改めてディズニーの世界が世代や国境なども超え、多くの人々から愛され夢や希望をもたらしていることを実感しました。また今年は東京ディズニーリゾート内のさまざまな施設やパレードのオープニングに立ち会ったことも強く印象に残っています。中でも東京ディズニーシーのグランドオープニングセレモニーは私の人気の中でも最も思い出深いものとなりました。大きな期待の中、東京ディズニーシーがオープンした瞬間、あの時の興奮と感動、そして何よりもオープンを喜ぶたくさんのゲストの皆様の笑顔が忘れられません。海をテーマにした初めてのディズニーテーマパーク、そのオープニングという東京ディズニーリゾートにとっても、さらに長いディズニーの歴史の中でもひときわ記念すべき瞬間にあのように立ち会えたことを本当に光栄に思います。東京ディズニーリゾートが今まで以上に注目を集めた今年、その代表であるアンバサダーとして活動していくことにプレッシャーを感じることもありました。でもそのプレッシャーも各地でたくさんの方と触れ合い、素敵な笑顔に出会うたび、大きな喜びや誇りに変わっていきました。この1年、東京ディズニーリゾートの大きな発展とともに私自身も大きく成長できたように思います。これからの人生はこの1年の経験を最大限に生かして歩んでいきたいと思います。さあ、まもなく2002年東京ディズニーリゾートアンバサダー浦野彩が誕生します。浦野さんにもこれからの1年間楽しみながら、たくさんの方に東京ディズニーリゾートの魅力を伝えてもらいたいと思います。最後になりましたが、1年間応援してくださったゲストの皆様、陰で支えてくれたキャストや家族、そして何よりもいつも私のそばにいてたくさんの勇気をくれたディズニーの仲間たち、今は皆さんへの感謝の気持ちでいっぱいです。1年間本当にどうもありがとうございました。アンバサダーピンの引き継ぎを行いたいと思います。柴田さん、お願いします。
そしてディズニーリゾートラインが開業し、ついに東京ディズニーリゾートという大きな舞台が完成しました。日本で初めてのディズニーリゾート、東京ディズニーリゾートはその舞台で、常に新しい発見や冒険をお楽しみいただけるよう日々成長を続けております。今年も夢と魔法の王国東京ディズニーランド、そして冒険のイマジネーションの海東京ディズニーシーでは、数々の新しいエンターテインメントやサービス、そしてスペシャルメニューやグッズなどをお楽しみいただけると思います。早速1月15日からは東京ディズニーランドでスペシャルイベント D ポップマジックが開催されます。現代風にアレンジされたディズニーの音楽 D ポップに乗せて、ミッキーをはじめとするディズニーの仲間たちが東京ディズニーランドの楽しさを歌と踊りで綴ります。今年もまた東京ディズニーリゾートがたくさんのゲストの笑顔であふれますよう、毎日が初演の言葉を忘れずに、私たちキャスト一同務めてまいります。そして私自身は東京ディズニーリゾートの全キャストを代表する親善大使アンバサダーとして、東京ディズニーリゾートの魅力を全国の皆様にお伝えしていきたいと思います。1年間どうぞよろしくお願いいたします。これからも東京ディズニーリゾートはゲストの皆様方に今まで以上の夢と感動をお届けしてまいります。どうぞ今年もミッキーをはじめディズニーの仲間たちとともに、2002年東京ディズニーリゾートアンバサダー浦野綾もどうぞよろしくお願いいたします。それではこれをもちまして、2002年東京ディズニーリゾートアンバサダー就任セレモニーは終了とさせていただきます。どうぞこの後も夢と魔法の王国東京ディズニーリゾート、東京ディズニーランドで楽しい一日をお過ごしくださいまして、どうもありがとうございました。Thank you.